はい、どうもどうも皆さん、こんにちは、サオでございます。なんとね、いや、何もねえなと思って、青木に話しかけたら、急に、スミレの花か何かを持っているところから、パート6が始まります。多分6。もしかしたら7かも。青木、こんなとこで何してるんだ？花が咲いていた。花美しいな、美しいものは何でも俺のものにしたい。それ何の花だ？これスミレの花さ。あいつとは似ても似つかないな、母。内緒にしとけよ。もっと面白いことを教えてやる。スミレの花の別名は相撲取り草だ。相撲取り草。俺は十分イケてるしな。美しさが足りない。お前に備えてやる。相撲取り草。あざーす。危ねえ。裏工作終了しそうになってたもん、俺。そうだ、青木からのプレゼント、なら口を聞いてもらえるかもしれない。青木から。まるで宝石を見ているみたいな。よかったな。ところで、スミレはさっきから何してたんだ？あーね、消してたのか。証拠隠滅。裏掲示板さ、私も、私だけじゃないんだよ。白雪も緑も使ってんだって、私だけ腹黒扱いしないでよね。女子は全員か、裏掲示板に書き込みしてるとか知られたくないよな。これくれた例に超ウケることを教えてあげる。来た来た！白焼きのハンドルネーム、相撲取り草かっこ笑いだった。ああ、なるほどね。白焼きも腹黒だったんだね。相撲取り草、お前の名前。まあまあまあ、集まってきたけど、そうそう終わったんじゃね。ダメだ。いや、マジで。赤いに関する情報はないんだが。おいおいおい、まずいって。いや、でも、全部。いや、でも、ライター使ってねえよ、まだ。お、調べられる、金沢の部屋。花火。ライター使えるね。え？白雪の部屋。煙が出たさ。お前それ結構バレるようなことしてね。まあまあまあいいでしょう。虫。虫。何もなかった。調べさせるな。白木の幽霊とか出ない。青木の部屋は何もなかったね。緑の部屋も何もない。まあ、もちろん自分の部屋も何もないだろうから、緑、ちょっと待って。緑を、出す。追い出す。まあ、よく考えれば火事でない。オッケーオッケー。見させてもらおう。千秋のスケジュール表だ。5階からお小遣いゲット。来たぞ！前からお小遣いゲット。白木のノートパソコン。相撲取り草さんの投稿。サークルメンバーの犯罪現場目撃。本人は否定してたけど、正直どっちでもいい。弱みには違いないし。おっと、赤いじゃない？赤いだな。直射見。はい。くしゃみしました。くしゃみしましたってなんだかよくわかんないけど。いよいよ緑は何もしなくていいって。そう。何してるんだ？映像機材下ろしてる。ポリが来るだろうがよ。その前に積んでおけ。見られたらやばい制作物でもあったのかな。クローダーお前も手伝え。片言。
いいんだって、緑は女子だし。あ、お前はいるだけ邪魔だ。あっち行ってろ。追い出された。ああ。なんでやねん。よーし、赤い。赤いが部屋を開けているのに、この場から全然動かない。悪いが黒だね。あ、来た来た。ざまあ見ろ。赤い。見させてもらおう。赤いが落としていった。いやいやいや。お前さ。入れとけ、そういうのは、ちゃんと。はい。じゃあ、パソコン見に行きます。客人が来てました。行きます。あ、パソコン見る。パソコン見ます。ノートパソコン。書類のファイル。試算書。痴漢してるー。わいせつ事件は被害者。オッケー。さっきのやつね。罪状は違えど仲間じゃないか、かい。お前も痴漢してんのか、みんな、ドロッドロやな、これ。一個抜けてるぞ、そして。何が抜けている？死体は調べらんない。USB でしょ？え、一個抜けてんだけど。よ。めっちゃ怒られた。ちょ、待て、全部探すぞ。ライター、コンピューター、パスローブ。え、ちょっと待って、何が足りてない。え、だって全部見たよね。スミレとなんか話すのか。白雪の部屋も何もないだろ。何もないな。赤いの部屋に何かある。いや、こいつらマジで何もねえわ。スミレ話せる。スモートリルさだったっけ。いや、それ聞いたよ、さっき。黒田の部屋、何もない。青木の部屋、何もない。なんだ、一個抜けているのは、ここ。ここでしょ？多分ね、回の順番になってるんだと思うんだよね、この順番が。だから、多分、白雪の部屋よりも下の場所に何かがある。ここ、スケジュール帳がここに白雪のとこあるから、バルコニーとか、この辺になんかあるはずなんだけど、ってことは1階やな。USB の位置だもんね。USB 隣やもんね。1階何かあるはずなんだけど、ここも何もないんじゃないか？いやでも絶対あるよな。USB。定番の。待って。旋回収できないまま終わる？これもしかして。それともないのか？本当に。ないかな。じゃあ一回裏工作終了していきましょうか。さあ会議始めましょう。会議始める。最後の会議か。赤い、お前だけは死んでくれると思っていた。それなのに。いや、あそこの一個がね、あだにならなきゃいいけど。解散。ちょっと待て。よし、赤いの反撃が始まる。俺はいいことがあるんだ。みんな戻って。黒田が兄だろ。いるんだよね、そういうやつ。お前たちだよ。お前らと違う決定的な証拠を持っている。ダイイングメッセージ。ダイイングメッセージ言われた。とにかく赤いを止めないと。俺に助けを求めただけ。白雪の恨み。なぜ黙っていた。俺に助けを求めただけ。ジャンプ。あ、やべえ、なんか続いてる。白木を殺したのは俺なんだって。マジ最悪なんですけど。黒田、お前。違うんだ、白木に脅されて。続いてる。俺は許さないから、本当にごめん。いや、みんな知ってただろ。言うて。謝罪エンドね。
はい、ごめんなさい。バッドエンド。ナンバー13。折れる心。いやー、一発アウト選んだね。また。まあ、続けていきましょう。ジャンプって言っちゃったけどね、さっきね。うん。さあさあさあ、急げ急げ。ちょっと待ってって言ってる。はい、戻ってきました。ダイグメッセージ。どうしようというとこですね。なぜ黙っていたのか。白焼きの裏見せたらなんかもうフォローしてるよね。なぜ黙っていたのか。なんで今になって出してきたんだ。俺もお前を疑いたくなかった。胸が締め付けられそうだ。だけどこんなもの見たら。もういいだろ。今なら間に合う。お前がやったのか。俺は白雪を殺してません。即答。俺はやってない。やってない。潔白だ。赤井のせいにしよう。もう。この後は何が何でも否定してやる。そもそもこんなダイイングメッセージを残す前に。電話すればいい。大声で叫べばいい。大声で叫べばいい。白木お前じゃない。やばいやばい、疑惑上がった。上がったよ。でもそんな証拠が有効だったら到底思えない。死にそうな間際にそんな余裕があるのかっていうくらい。警察に受理されるかもわからないな。とりあえず提出されてみれば、提出してみれば。そのスマホは、警察に見せる。見せるしかなくね？見せない。見せない。選ぶけど。なんか済んだわ。わかってないけど。クラダの指摘でダイイングメッセージとしてはちょっと変だなと思うところはあった。ただ変かどうかの判断は警察に委ねる。見せると都合が悪い。クラダに都合が悪い。無実の罪が着せられるのも悪いことだけど、白雪にとっても都合の悪いことなんだ。え、何を言っているんだ、主人公。俺の思考を超えている。結構いい作戦かもしれない。白雪ね、人に言えないようなこと。人に言えないようなこと。お小遣いのやつか。これだろ。恐喝していたんだ。どういうこと？白雪はある人物の弱みを握っていた。その弱みを黙っておく代わりに毎月口止め料をもらっていた。っていうか、これさ、もうみんな共犯でよくね？だってさ、全員、白雪と絡んでいい思いしてないよ、これ。白雪は青木と付き合ってる時に猫かぶりしていたみたいな。いたずらに赤いを追い込みたくない。白雪は誰かの弱みを知った。これだ。私も見たことあるかも。だいたいそんな感じ。みんなこのページを見て、相撲取り草。それが白雪。おお、怖い怖い。待て待て。重要なこと。サークルメンバーの犯罪現場目撃。やばくないこれ。お前だよ、お前。その犯罪者が誰なのかわかんないんだよね。そう考えるのが自然。いや、まだわかんない。おー、やばいぞ。もう赤い吊るし上げエンドしかないんじゃない？あ、違うわ。恐喝はされてねえ。あ、やばいやばいやばい。違うの提示した俺、もしかして。赤い。赤いだー。
え、ど、今、これ赤いから、小遣いゲット。え、さっきこれやったっけ？え、どっちだっけ？違う、これじゃない。あ、やばいやばいやばい。あ、ミスった。やはりこれだっちゃって。アホか、俺は。カット、カット。え、待って待って、ちょ、カットっつったんですけど、これ全員殺したぞ。全員殺したぞ、こいつ。やばいやばいやばいわ。あ、自分も死んだ。